はい、このようにね、もういっぱいいっぱい手に入ります。はい、ついにね、色違いのニャオハが生まれてきてくれましたね。はい、どうもこんにちは、アキです。今回もね、ポケモンスカーレット&バイオレットやっていきたいと思います。はい、では早速見てほしいんですけど、今回はですね、この子、マスカーニャです。パルデア御三家のうちのニャオハというね、ポケモンの最終進化系の、色違いです。はい、で、ちょっとね、色違いかどうかわからない方のために、普通の色のね、マスカーニャも出しておきましょう。はい、こんな感じ。周りのね、あの首の周りのリボンみたいなのがピンクなんですよね。ちょっと動きが早いな。こんな感じピンク色になってるんですけど、色違いはね、これ紫なんですよね。で、今回紹介したいのがこのパルデア御三家ですね。この子の他に、ホゲータとかね、あとクワッスがいるんですけども、普通は野生では絶対色違いが出ないというのはね、皆さんも知ってると思うんですけども、唯一のね、この色違いを手に入れる方法として、卵というものがあります。で、今回はこの卵をね、自分一人で無限にね、簡単に作れちゃうので、その作り方ですね、あと、確定でね、色違いが出るっていうね、卵があるので、どうやったらね、その色違いを出せるのかっていうね、その方法についても、説明していきたいと思います。ぜひね、このホゲータとか、あとクワッスとかのね、色違いとか欲しいなっていう方ね、いたらぜひ僕の動画を、見てください。で、細かい説明がね、入るので、最後までね、見ていただけると、いいかと思います。ではね、早速、卵のね、作り方など、説明にね、入っていきたいと思います。はい、ではね、説明の方早速いきたいと思います。で、この動画の通りにすればね、誰でもすぐにね、効率よく卵作れて色違いも出るかと思いますので、ぜひ、最後までね、見て真似してみてください。では早速説明していきたいと思います。まずですね、買わないといけないものがあるので、こちら来てください。テーブルシティですね、の左の方のこのね、缶の大将っていう店があるんですけども、ここでね、買わないといけないものをまず買っていきます。はい、では入って、一番上のね、バナナスライスを、まあ何個でもいいんで、まあとりあえず適当に10個ぐらい買っておきましょう。で、ここはもう終わり。はい、で次は、違う店行きます。次はこっち側、ここですね。ここに入ると、焼きたてのパンとご一緒にいかがでしょうかということで、ここで、2つ買います。まずはバターですね。バターをまあ適当に10個、これはですね、後で何個か使うっていうことを想定して、10個ぐらいでいいかっていう感じなんで。で、あとはピーナッツバターを10個ですね。はい、バターとピーナッツバターを買います。何個でもいいです。はい、では、これでね、準備完了です。はい、あとはですね、ピクニックをね、開ける場所どこでもいいので、行ってください。僕のおすすめはですね、こっち側左下のここですね、ベイクタウンにね、飛んでいきます。別にね、ピクニック開けるところだったら、どこでもいいです。はい、ベイクタウン来ました。そしたらね、街のすぐ手前のこの道でね、ピクニック開けるので、でここね、あんまり野生ポケモン湧いてこないんで、結構ね、やりやすいです。じゃあね、ここでピクニックを開きましょう。はい、で初めての方はね、僕の真似をしてください。初めてじゃない方は、勝手にね、順番変えても大丈夫です。はい、で、ピクニックで料理をするを選択で、ここからね、僕の選んだ具材を選択してください。まずは先ほど買った、バナナですね。バナナを1つで、先ほど買った、これでね、プラスボタンで次へ行ってください。次へ行ってで、ここでバターとピーナッツバターで、ここでもプラスボタンで次へで、ピックは何でもいいです。ピック何でもよくて、であとはこれで作るだけです。バナナを3つ乗っけるだけ、ほいと。でこれ上のパンを乗せて、ピックでポンと。はい、これで完成です。でこれでね、食べていきます。はい、今回ね、食べたサンドイッチの効果というのが大事でして、右上に出てきます。スーパーピーナッツバターサンドということで、
卵パワーね、レベル2というね、表記が見えるかと思うんですが、あれが今回一番大切になってくる効果ですね。なので、今回このサンドイッチを食べたのは、そのためです。で、この卵パワーというのがですね、卵を作る時間が、格段に速くなるのと、あと孵化させる、スピードも速くなるという効果を持ってるので、絶対にこれを食べてから、卵を作るようにしてください。はい、でもう一つですね、さっきのサンドイッチを作ったんですが、実はサンドイッチを作らずに、この卵パワーを得る方法がありまして、それがですね、まさにこのベイクタウンのね、レストランにあります。ここの、はい、一番奥側のこのレストラン入っていきましょう。はい、お食事でございますということで、このフィスのコンポートというねところの食事パワーが卵パワーレベル2ということでね、2800円と結構高いので、お金がある人だけね、これを選んだらいいと思います。でお金をねやっぱり、もったいないなという人は、サンドイッチの方がね材料が安いので、ぜひねそっちで、作ったらいいんじゃないかなと思います。でどちらもですね、得れる効果は同じですので、どっちがいいとかいうのはないです。はい、このように卵パワーレベル2なんで、どっちを食べても大丈夫です。はい、ではね食事の方が終わったので、実際に卵を作っていくというところに入っていきたいと思います。で、早速ねすごい重要な話をするので、ぜひ聞いておいてください。まずはね今回ニャオハの卵を作りたいというので、まずは、チームにねニャオハ2匹だけ、入れておいてください。でしかもオスとメスだけ、で、揃えておいてください。で実際にニャオハのオスとメス両方とも持ってる人ってなかなかいないと思うので、そんな時におすすめなのがメタモンです。メタモンがいれば、このねニャオハ、もう一匹のニャオハはオスでもメスでも関係なくニャオハの卵が生まれます。で、メタモンさえいればね、このニャオハじゃなくても全然マスカーニャとかでもね全然大丈夫です。進化前だろうが進化後だろうが関係なくね、ニャオハの卵が生まれます。というので、メタモンがねすごいおすすめなので、捕まえるか、まあ、テラレイドでねよくメタモンのやつがあるので、そこでね捕まえてみてください。でですね、今回卵だけ欲しいというのであれば、このままで大丈夫です。これだけね準備すれば大丈夫なんですが、色違いも欲しいというのであれば、 もっとねさらに、条件が厳しくなってきます。というので、今回ね用意して欲しいのは、どっちかをね、ニャオハとメタモンのどっちかを海外産のものにしておいて欲しいです。というのもですね、どっちかを海外産にするだけで、生まれてくるね、ポケモンが色違いになる確率が何倍もね、すごく上がるので、絶対にね、お父さんお母さんのポケモンどっちかを海外産のものにするっていうことをね、してほしいです。例えば僕の場合だったら、このねマスカーニャが、これね海外産なんですよね、外国のものです。で、どこを見れば分かるかと言いますと、まず名前が英語っていうのもそうなんですが、右上にね SPA と書いてあるのが分かると思うんですけど、これがスペイン産ということです。なのでスペインのゲームで捕まえたマスカーニャということで海外産です、正真正銘のね。なのでお父さんはこの海外産のポケモンで、メタモンは日本産のメタモンということで、これでですね色違いが生まれてくる確率がぐんと上がります。なので皆さんもねこのようにしておいてください。でですね、メタモンとか、このねマスカーニャニャオハでもね、揃ってない人がねいると思うんで、持ってない人でも僕のコメント欄使ってもいいので、何か掲示板のようにね使っていただいても大丈夫です。なんかこれ欲しい人なんかいませんかとか、このポケモンくださいとかって、いうのね、コメント欄に書いてもらえば誰かね、手伝ってくれるかもしれないんでね、ぜひね僕のコメント欄を掲示板代わりに使っていただいても大丈夫です。はい、じゃあ今回はこの海外産のマスカーニャと、日本産のメタモンでね、卵を作っていきたいと思います。ではね、早速ピクニックをねどこでもいいから開いてください。はい、で、ピクニックを開いて何をしないといけないかと言いますと、ただ放置するだけということです。放置するだけ、このまま、このまま放置するだけです。何もしなくていいです。はい、
はい、でですね、何分か放置した後に、ここのね、テーブルの前にあるバスケットがあるんですが、ここの前で A ボタンを押します。するとバスケットの中を覗き込んだとなって、ここでね、バスケットの中にはポケモンの卵が入っていましたと出ますので、ここでね、つまりポケモンがちゃんとね、卵を産んでくれてたという風になってるので、ここで初めて卵をもらえます。はい、1個で、いっぱいたくさん放置してた場合にはさらにね、何個も卵が入ってます。でこれですね、なぜこんなね、すぐに卵ができるかって言いますと、先ほど食事で食べた卵パワーレベル2のおかげなんですよね。卵がねできる時間がねすごく早くなってるんですよね。なので、僕のところでもねまだ3分ぐらいしか放置してないんですけども、このようにね何個も手に入ります。はい、でこのバスケットの中には、最大で10個までしかね、卵が入らないんですが、逆に言えばね、このように卵を回収しておけば、定期的にね回収しておけば無限にね卵を産んでくれます。このようにいっぱいね、でもう何も中には入ってないよだってなるので、ここからさらにね放置してると、またすぐにねこのバスケットの中が卵で埋まっていきますので、欲しかったらねその都度回収してまた、産んでもらうというのを繰り返していけば、無限にね、すぐに卵がどん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 手に入っていきます。なので、卵の作り方に関しては、この説明だけでね、十分みんな、作ってもらえると思います。はい、じゃあね、卵がいっぱい手に入ったので、どれぐらい手に入ったか見てみましょう。はい、このようにね、もういっぱいいっぱい手に入ります。このようにね、なので、もう本当にあの時間さえあれば無限にねどん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 増えていきます。でこっからはですね、この卵が、どのようにね、生まれるかっていうのを、説明していきたいと思います。このようにね、ボックスの中に卵が入ってるんですが、置いといたままでは、ポケモンは生まれてくれません。なので、あることをしないといけないんですが、これをね卵をどん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 チームに入れていきます。このようにね、で、普通のポケモンをね1体だけ残しておきます。でこの状態でですね、ひたすら歩きます。で歩いたら卵がねいつか生まれます。なんですが、これだとね結構時間がかかってしまうので、おすすめの方法があります。この方法を使えばね、すぐに卵からポケモンが生まれてくれます。でその方法なんですけども、このメラルバというねポケモンを使います。でこの子ね、特性を見てほしいんですけども、炎の体というね特性を持ってます。でこの特性を持ったメラルバを手持ちに入れます。でちなみにこのメラルバはね普通に野生で捕まえられるので、一応動画の最後で、捕まえ方ね説明しておきます。はい、じゃあね、このメラルバを手持ちに入れた状態で、さらに、卵パワーレベル2ですね、最初に食べた食事の効果で、めちゃくちゃねこの卵が生まれるスピードが速くなったので、この状態で、歩くんですが、さらにですねここにコライドンに乗って、ダッシュした方が、もっともっとね早く生まれてくれます。で、すごく分かりやすいのがこのベイクタウンのこのまっすぐの一本道ですね、これをひたすら行き来します。で、大体ですねここを丸々一周ぐらいですねしてあげると、このようにね卵がすぐに生まれてくれます。はい、このようにまず一つ目の卵が生まれてくれます。はい、ニャオハが生まれましたね。で、さらにですねこの一つ目の卵が生まれてから2つ目の卵をね、今1つ目の卵が生まれてニャオハになったと思うんですが、この2つ目からはすごくね早く生まれてくれるようになります。このようにちょっと歩いただけで、すぐに、はい、このようにすぐに生まれてくれるようになります。このようにですね、なので、ポイントとしては卵パワーレベル2の食事とメラルバというポケモンとコライドンに乗ることですね。はい、
このように、ひたすらね卵を帰らせてあげます。ずっとずっとね、このように生まれさせてあげて繰り返していきます。でいつかね、これを繰り返していくと、海外産のポケモンの効果もあるので、色違いのねポケモンが生まれやすくなります。はい、ついにね色違いのニャオハが生まれてきてくれましたね。はい、このようにね、何度も何度も繰り返して、卵をね孵化させていけばいつかはね色違いのポケモンに出会うと思います。で、またねこの生まれたポケモンは卵と交換してね、ひたすらこうやって卵と交換して繰り返して、5連チャンでね孵化させていくっていうのをリピートさせていきます。そうするとすごく効率がよくね、色違いに出会う確率がねぐんと上がるので、ぜひね皆さんも、このやり方でね、試してみてください。でですね、最後に重要な注意点を言っておくんですが、僕がね、動画の最初に色違い確定の卵っていう風に言ったと思うんですが、あれはどういう意味かというと、色違いが生まれてくる卵っていうのはもう絶対に決まっていまして、例えばリセマラができないということですね。なので例えばこの卵から色違いじゃなくて普通の色のポケモンが生まれてきてしまったということで、もう一回ねセーブせずに、ゲームを再起動してから、生まれさせればもしかしたら色違いのポケモンがね生まれてくるかもしれないっていうのは、それはありえないということです。つまりバスケットの中にね卵が入ってたと思うんですが、もうあの瞬間から色違いが生まれてくる卵っていうのはもう決まってるということです。なのでもうその卵がねある状態でセーブしてしまえば、もうねその卵から色違いが生まれてくるのはもう間違いないと、逆に言えばそれ以外の卵からはね普通の色のポケモンしか生まれてこないということですね。なので、色違い確定と言ったのはそういう意味です。はい、なのでね、リセマラとかしても、意味がないので、時間を無駄にすることのないようにね、気をつけてください。はい、ではね、最後にメラルバのね、野生ポケモンの場所だけね、教えておきましょうか。はい、メラルバの場所ここです。場所はですね、カラフシティのすぐ隣にあるロースト砂漠に、ワンサがいます。で特にですね炎タイプの、遭遇パワーのね効果のある、サンドイッチを食べてから来ると特にね、出やすいと思います。このようにね、たっぷり出るので、ぜひね、メラルバを欲しい方はぜひこちらに来てみてはいかがでしょうか。はい、ということでね、今回は、卵の作り方と、さらに色違いのねポケモンが、生まれる確率をぐんと上げるね、やり方などをね、細かいテクニックまで、説明していきましたが、ぜひね動画がいいと思った方は、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。で、これからもねこのように、役に立つ情報を届けていきますので、ぜひ、応援の方ねよろしくお願いします。はい、ではね今回はこれで終わりたいと思います。またね次の動画でお会いしましょう。バイバイ。Blurry vision, I fall into a trap that I made.